はようございます。ということで今日のほっこり松さんはこちら柏駅にやってまいりました。なんと実は今日小坂井翔太のこの松さんなんですけれども、初めてゲストがなんと初めてゲストが、大事なことなんで2回ね言いましたけれども、こちらのこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。あの可愛すぎる栄養士、はい、関根みなみさんです。よろしくお願いします。関根みなみです。あのみなみさんはこの辺り、はい、あの柏の町によく遊びに来るってことなんですね。そうですね、結構家っていうか実家から近いので、うん、お買い物とかあと友達とご飯とかよく来ます。あ、なるほど。第二の渋谷、はい、そうですね、第二の渋谷とか言われますもんね。千葉の渋谷みたいな感じかもしれない、うん、ということで若者の町なんで、はい、ちょっとあの若者からちょっと離れつつある僕にはちょっとわからないところも多いのであのインフォメーションセンターっていうのがあるんですよね、はい、こっちに。じゃあ早速みなみさんとそちらにまず行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、行ってきます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。こんな感じで大丈夫です。はい、はい、ありました。ここですね、ここがインフォメーションセンターということなんで、ちょっと早速裏カスの謎を解きに行ってみましょう。はい、こんにちは。こんにちは。あのですね、よくあの、はい、裏カスっていう言葉を柏の町を表すときに聞くんですけども、はい、裏カスっていうのは具体的に、ね、どのあたりのエリアのことなんですか。はい、はい、裏カスはですね、この地図ですと、はい、あの本当に駅全体に広がってる場所なんですね。でも一番密集しているのは駅前の大通りから一本奥に行ったこの辺りなんですね。これが一般には、まあ、皆さん裏カシというふうに呼んでます。あとあの裏カシっていう呼び方もすごいおしゃれなんですけど、はい、この手作りマップもものすごいこう可愛いですよね。ちょっと得意なスタッフがおりますので、これいただくことはできるんですか。あ、大丈夫です。これぜひ持って街歩き楽しんでいただければと思います。ありました。ありがとうございます。じゃあちょっとこの裏カシマップをもとに今日は2人で歩いていきたいと思います。さあこの辺りは柏の2番街のアーケード街ってとこなんですけど、はい、この辺りは井上さんはよく来たりします。よく来ますね。柏に来たら絶対通りますね。へー、はい、若い人がよく来るんですかね。そうですね、学生もすごい多いです。若い人がよく通る道みたいですね、はい、この辺りは、うん、さあ裏柏を歩いてますけど、はい、お昼時ですね。そうそうね、結構歩いたのでお腹空きましたよ ね、うん、なんかありますか、おすすめの場所みたいなの、もしあったら。ちょうどこんな絶妙なタイミングで。イカ料理専門店。何がおすすめなんでしょう。がイカのランチがいただけるみたいで。イカ料理のランチが食べられる。ランチが。じゃあちょっと中行ってみましょうか。ちょうどお昼なんで。ちょうどお昼なんでね、はい、いいですよね。じゃあちょっと失礼して。一家してる。一家してる。ちょっとね、高級感が漂う店内なんですけどもね。はい、あの。ランチがね、ここ美味しいって今南さんが言ってて、はい、ちょっと入ってみたんですけど、はい、ランチ種類はどれぐらいあるんですか。ランチ今メニューはあのイカの漬け丼定食と、あとはイカ天丼定食と、あとイカ天とイカ漬けの定食になっております。おイカ天イカ漬けだと2種類食べれるからいいですよね。そちらのメニューがやっぱり一番人気のメニューになっております。なるほど。じゃあちょっとそのおすすめメニューを2人分ちょっといただけますか。はい、はい、お願いいたします。お願いします。美味しそうな、うん、これちょっと改めて奥様にちょっと料理の説明をしていただきたいんですけど、これがまず漬けですよね。はい、はい、そうです、はい、こちらがイカの漬けになっております。そしてこちらは、こちらのイカの天ぷらはあのイカの肝味噌か、あの天だし、あのお好みの方でお召し上がりください。これイカの肝味噌。はい、肝味噌。こちらはあの今月は紀州梅の冷やし茶碗蒸しになっております。冷やし茶碗蒸し、はい、かなり豪華なね一皿ということになってるんですけど、こちらの定食は980円になっております。980円、安いですよね。安いですよね、うん、これだけの量で、しかもさっきまで生きてたイカっていうのも新鮮なイカで、新鮮なイカですからね。980
80円だから通販みたいになってますけどそう、それだけで食べ980円で食べられるのは本当すごいですね。じゃあちょっと早速食べましょう、はい、漬けからいきましょうか。豪華でしょこの漬けは。だって上にこんなに乗っていただきましょう。いただきます、はい、ご飯と一緒に。うん、イカが柔らかい、うん、あのねやっぱり新鮮なんでしょうね、うんうん、でこの漬けの味がしっかりなんか染み込んでて、うん、ご飯とすごい合います。そう、じゃあ南さん次はいよいよイカ天に行きましょう。イカ天に天ぷらにそのまま直接つけていく。あ、天ぷらにつけて、はい、なるほどなるほど、はい、豪華な肝味噌で行ってみますか。ちょっといただきます。いただきます。うん、濃厚ですね肝味噌。美味しい、うん、天ぷらのイカも柔らかいですね、うん、ご飯のおかずとしてもとてもよく合うと思いますし、うん、お酒のお供でもとてもよく合うと思います。いやでもこれは大満足でしょう、うん、これがお昼に食べられたら。私この茶碗蒸し行ってもいいですか。南さんが茶碗蒸し。あ、梅がシュウメンね、おしゃれ梅が入ってます、はい、いただきます。うん、すごいさっぱりしてて美味しいです。茶碗蒸しってなんか冷たくても美味しいんだっていう。冷えて暖かくなってくるといつもあの定番という感じで、まあ、梅の茶碗蒸しは大体毎年やっております。で初めて食べました、梅干しが入ってる茶碗蒸し。いやでも本当この無が答えですよ本当に、うんうん、コメントできないくらい美味しい。あの濃厚な大人の味をちょっと昼間から堪能させていただきました、うん、ね、南さん、僕らが全部食べましょうね。はい、はい、食べちゃいましょう。すいません、こんな番組になります。南さん、この辺りがもうメインストリート。そうですね、うん、柏のメインストリートです。メインストリート、はい、買い物とか来たりします？来ますね、買い物も来るしご飯食べにとかも来るんで。あ、ここも絶対柏に来たら通ります。あ、外せない場所って。はい、ちょっとじゃあこっち回ってみましょうか。そうですね、はい、裏柏の方に、裏柏の方に行ってみましょう。こっちの方ですね、うん、ちょっとね、うん、気になるお店というかね、行ってみたいとこがあって、はい、あ、いいですね。ここなんですけどね、あ、氷っていう旗が、ね、ちょっと氷三日月氷菓店さんなんですけど、はい、南さん大事なお知らせがあります。はい、何ですか？アポ取ってないんです、ディレクターが。アポ取ってないんです。ちょっとじゃあ、僕押してきますんで、はい、南さんの美貌を借りてちょっと押す感じで、ちょっとじゃあ早速2階行ってみましょう。はい、頑張りましょう。じゃあどうぞどうぞ。あ、すいません、はい、みんな準備はいいか？行きますよ。よし、よし、行くんだ。はい、こんにちは。こんにちは。何のお約束もなく来てしまったんですが、ちょっとこちらで食べさせていただいて撮影させていただくことはできないでしょうか？いいですか？はい、ちょっとお客さんが、お客さんいっぱいいらっしゃいますもんね。まあお客さんの了解を今。あ、はい、お願いします。お願いします。すいません、ちょっと今お客さんに話を突然来ちゃったっていう話を私自身してる。あ、はい、小堺翔太と申します。あ、すいません、ありがとうございます。みんな知っててくれた。よかった。はい、OK ですか？はい、大丈夫、すいません突然来て。ありがとうございます。ということで OK、 じゃあちょっとはずに行ってみたいと思います。どれにしましょうかね。いろいろ種類があります ね。種類いろいろあって、なんか春の季節限定みたいなのもあったり、定番の、ね、ものもあったりするんですけど。あ、すいません、失礼します。お決まりでしたら。はい、はい、
あのかき氷なんですけども、はい、南さんが宇治金時、はい、で僕がみぞれでお願いします、はい、夏はかき氷食べたくなりますよね。なりますよね、うん、ちょっと散歩の途中のかき氷、宇治金時とか豪華そうですね。豪華です ね、 ね、ちょっと一番高い、一番高いちょっと高いの選んじゃいました。お待たせいたします、みぞれでございます。はい、みぞれ僕です。すごい大きい山盛りですね。こんなに大きいと思わなかったです、ね、え、さあ、みなみさんの宇治金時も来ました。はい、すごい綺麗ですね。綺麗でしょう、ね、え、すごい、ね、じゃあちょっと早速いただきましょう、はい、このミルクをかけて、ね、練乳をかけて、いやすごい、また綺麗、綺麗ですね、色合いが。じゃあちょっとみぞれから。うわ、柔らかいですねこれ、ふわ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 、いただきます。はい、もうなくなりましたすごい柔らかい、宇治金時いただきます。軽い、ね、ふわふわ、いただきます。うん、一瞬でなくなります、ね、すごい、え、こんなふわふわなかき氷食べたことないです。小豆も一緒にいただきます。あ、こっちもアイスクリームかな。うん、おいしい。これ氷ってなんか特別なものだったりするんですか。はい、うちではまあ、特別かどうかはまあ別にして、天然氷と言われる冬の間外で凍らせる氷を日光から買わせていただいてるんですね、はい、それを使ってかき氷を作っています。天然氷っていうのは時間をものすごくかけて凍らせた氷ですので、氷そのものは塊ですと硬いんですけども、それをまあ硬いがゆえにこう薄くゆっくり削ることができるっていう特徴がありますね。はい、なるほど、ご主人ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後までこのふわかき氷を堪能して帰りましょう。はい、もうかき氷っていうのもなんかほっこりしません？ね、なんか、うん、ね、昔からあるものみたいな、うん、天然でやっぱ作ってるっていうのは大きいんでしょうね。うん、さあ、裏柏奥引き続きやっておりますけども、はい、また路地に入ってきて、はい、ねえ、なんかすごい迷路みたいですね、裏柏、ね、私が知らないところもたくさんありました。ああ、柏に詳しい南さんでも知らないところがあった、はい、まあちょっと日も暮れてきまして、そうです ね、 ね、そろそろなんかお酒でも一杯ちょっと親睦を深めようかななんて思ってる小坂井でございます。飲んじゃいます。ちょっと南さんとの距離が一応離れましたけど、ちょっとね、この辺りに美味しいお店がありまして、実は、あ、はい、見えてきました。こちらですね。ここの沖縄さん。沖縄さん。ちょっと今日ここで一杯行きましょう。はい、素敵な雰囲気のお店で。まずメニューをちょっといただきたいんですけど。目の前の方に。これメニューですか。そう、回覧板って書いてあるんですけど、カウンターにね1個しかないんで、はい、みんなでこう回覧してもらおうということで。実際の回覧板よりも回覧板ですよこれこれ 中、まあ、中開けてもらったら普通にメニューなんで。あ、本当だ。あ、メニューだ。正真正銘、本当に回覧板だと思いました。最初入ってきた時に他のお客さんもね回覧板だと思ってね、手になかなか取らないお客さんもいたりするんでこれメニューです。メニューです。これがメニューです。覚えてください。さあ、じゃあメニューを見ながらね、ちょっとどうしようかなって感じなんですけど、こちらお酒がちょっと飲みたいんですけど、やっぱり日本酒ですか。あ、日本酒がいいと思いますね、はい、おつまみでしたら今どんなものが。そうですね、今日はお茄子を蒸して冷たくしたお料理を今日お出ししようと思うんですけど、まあ、それに合うようなお酒で今日は行こうと思います、はいはい、ちょっとぜひ2人分ちょっといただけたらと思うんですけど、はい、はい、お願いいたします。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。受け取りました。おしゃれでまたね、おチョコですよこれも。で、普通片口って上向いてるんですけど、はい、それ下向いてね、わざとこぼれるようになってるんですよね。そうそうそう、垂らしてちょうどいい量になるようになんか作られてるみたいで。で、これ今お酒はなんて種類のお酒。これ日高みと、あと水流ですね。今日2種類ちょっと。2種類、はい、ちょっと大人の階段を一段登りたいと。大人の階段を
なかなかちょっと粋なコメントをいただきましたね。すみません、いただきます。まずグラスの端取って。あ、飲みやすいです。うん、甘いですね、結構甘め。味自体は辛口なんですけど、うん、結構こうサンドとバランスで甘く感じたり辛く感じたり、はい、酒飲みの要素はいかがですか？あ、十分あると思います。素質あり、いただきました。うん、あ、これもわりかしすっきりして。え、今日のこのおナスのお料理なんですけど、はい、おナスはあの、水ナスという味質の柔らかい香りのいいお茄子を使わせてもらってるんですけど、夏野菜なのでこれから旬ですし、まあ、トマトも湯むきしてあるんですか、これ皮。そうですね、はい、うん、彩りがすごい綺麗ですよね。ありがとうございます勉強になります。あの可愛すぎる栄養士。もう僕もメロメロですよ。おありがとうございます。奥さんちょっとね、カメラ脇で覗いてるんですけどね。ビールサーバーの裏にうまいこと隠れますね。じゃあもう一回言っときましょうかね。じゃあ水ナスをいただきたいと思います。いただきます。うん、とろっとろです、ナスが。あ、じゃあちょっと僕も一口いただきます。稲部さん今何気にお酒飲みました？ちょっとおつまみいただいたんで、はい、合うかなと思って。どうでした？合いますね、さっぱりしてて合います。合います。日本酒の美味しさをちょっと知っちゃいました。おご主人が教えたんですよ、このどうしましょう悪いものを教わりましたな、これは。そうですね、ご主人がこうニコッとされてるのがね、ちょっと。いや、もう僕はもう女子にはあからさまによくするって決めてるんで、あからさまに。オープニングからね、今日クルーの皆さんニヤニヤしすぎなんですよ。もうダメだね、ダメ。柳田さんのその笑顔は何なんでしょうね、本当に。笑いすぎてむせてるし。ねえ、本当になんかこの人たちが酔ってるんじゃないかって。飲んでないのに。飲んでないのに。色っぽくなったね。色っぽいですね。恥ずかしい。すいません。すいません、こんなクルーで申し訳ない。こんなクルー。俺も入ってんじゃねえか。いやいや、みんなでみんな、あの全員。みんな楽しいのがいいんです。お酒飲んでる時は。ありがとうございます。だってマスターがその雰囲気作ってるもんや。そうです。いやいやいや、もう顔怖いもん。なんてこと言うんですか、本当に。顔はね、しょうがないんですよね、もうね。いやでもなんかすごい、あの、あ、失礼ですけど愛嬌のある感じというか、はい、うもう髪型はね、高校球児のように爽やかで、そしてちょっとヒゲも蓄えて、ヒゲは一応ね、お店が大きななんでね、あ、なるほど、ちょっとヒゲつけとこうかなと思って、ね、内藤さんね、今何気にウィンクしましたからね、はい、うん、ウィンク得意だもんな。ウィンク得意です。じゃあカメラ の, あの視聴者の皆さんにもう一回、はい、どうぞ。あら、かわいい、はい、両目でウィンク、はいやっぱあの看板娘で。ああ、もちろんもちろん、はい、お店の皆さん、あのお客さんの評判も、はい、もう皆さんに可愛がってもらってますね。あ、はい、でもね、料理もそうですけど、このお店の雰囲気がやっぱりこうみんなを盛り上げてくれますよね。ここに来れば誰かいるだろうぐらいでいらっしゃるお客様が結構、ね、一人のお客様多くて、まあ、誰もいなくても最悪僕いますからねまあでもご主人がいて、でこの看板娘さんがいて、そしてビールサーバーの裏には奥様がいると、キャラがすごい濃い、すごい ね, ね、素敵なお店ですけれども、やっぱりマスターの器が大きいなって、うん、もうね、言いたくてしょうがないこういう、こういうね、言いたくてしょうがなかったんです。さっきボソッと言ったけど拾ってなかったんですもう本当、言いたくてしょうがなかったんです。もう器も大きい、それで締めようと思ったのにな大きいな。今日はあの最後にトリギンさんというお店でちょっと締めたいなというふうに思っておりまして、アポも今度はアポちゃんと取ってますから、アポ今日なしが1個あったけど取ってますから、こちらがトリギンさんでございます。厳選した鶏肉の炭火串焼きで今日は締めたいなということで、じゃあ南さん行きましょう。はい、綺麗ですねお店。うん、ちょっと
落ち着いちゃいますね、1日の最後に。あの生ビールを一つと、はい、はい、それから生レモンサワー、生レモンですね、はい、あとですね、せっかくなのでちょっとこちらの焼き鳥をちょっとおすすめ、はい、おすすめの方は白レバーですね。白レバー、はい、あとはまあハツのようなトマトベーコン、ささみの梅しそ、梅しそ、あとあの柏ではちょっと珍しいと思うんですが、チーズピーというのがございます。初めて見ました。白レバー、はい、とあとじゃあチーズピーっていうのを食べてみたいです。はい、ぜひぜひ。じゃあハツとトマトベーコン、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。お願いします。では失礼します。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ乾杯。乾杯。何から食べてます？やっぱり白レバーですよね。なんで白レバーなんですか？だって他にないですもん、こんな美味しいの。あ、ここの店は白レバーしか食っちゃいけないんですか？いや、そうじゃない。そこから始めてってことレバーを表をカリッとやって中をね、ほんわりとやるのはね、他にあなかなかないんですよ。ないですか？うん、これは腕です。僕が食べてみないと分かんない。どうぞお座りください。夫婦で来たんで、美味しいものを一人で食べちゃダメでしょ。夫婦は仲いいのは一緒に食べるからいいんですよ。若い人覚えてください。美味しいものは夫婦で食べてください。こちらが白レバー。白レバーです。皆さんが密談をしている間に白レバーが焼けておりましたね。大きいですよね。そう。いただきます。とろける。とろけます。いや、ね、濃厚なんですよ。皆さんあの今のような感想でいかがだったでしょうか？やった2人のレポーターで鳥銀がこれだけ一つになったんだよね。いや、いいですね。この隣になんか隣に知ってる人がいるんですけど、あれどうしたんですか？偶然が偶然を重なりまして、ね、重なりました。びっくりします。偶然にもなんか僕なんかボードも偶然に持ってるんですね。何ですかこのボードは？ほっこり町タンの新しい T シャツのロゴのデザインを実は考えてきまして。本当ですか？いや、かわいいですね、はい、あれほっこりだ。あれもうそう、あれこれは、あれ、え、あら二つもありまして、おー、はい、ちょっとかわいい。このどっちのスタッフ T シャツデザインがいいか、じゃあ多数決でいきますか。多数決ですね、これは。そうです ね、はい、いきましょう。まずこちらの顔メインのほっこりの T シャツがいいと思う方、はい、挙手。あ、お客さんも、お客さん的には左が満場一致な感じが。じゃあ右がいいなと思う方、はい、右の方、右、はいはい、ということで決まりました。ほっこり町さん T シャツのデザインはこの左の顔メインになりました。よっ、ありがとうございます。あ、でもありがとうございます。偶然ってあるんですね。T シャツのデザイン決定記念、そばけんさんと乾杯したいと思います、はい、では乾杯。乾杯。ありがとうございました。乾杯。いやいやいや、素晴らしい。いやいやいや、さあ今美味しくいただいてるわけですけれども、チーズピーが来ました。このチーズとピーマン、柏にはここしかないね。えいただきます。いただきます。美味しい。うん、美味しい。あの、お肉が美味しいんですよ。お肉が美味しくて、ピーマンの苦さが来て、で最後にチーズがブワッと出てくる。すいません、はい、チーズピーをもう一つください。はい、お願いいたします。これハマりますね、本当に。ご自宅でチーズピーを作ってみては。さあ、今日の坂井翔太のほっこり町さんはこの裏かしマップ、これをもとに裏かしをぶらりと歩いてまいりましたけれども、今日初ゲストの稲部さん、どうでしたか今日一日？はい、知らないところを歩いてみて、こんなに素敵なお店がたくさんあるんだって思って、すごく楽しかったです。裏とはいえこう主役を張れるぐらいのお店がたくさんあるなというのを今日感じることができました。そんなほっこり町さんなんですが、次回も柏ということで、はいはい、
何でも次回はカレーカレーを極めるベスト極めるベスト極めるベストディレクターが選んだ柏のカレー屋さんを極めるベストという企画をやろうというので面白そうです ね, ね引き続きの可愛すぎる栄養士の南さんと一緒に来週もカレーを食べ歩こうと思っております。では皆さんおやすみなさい。ここで南さんがアップチキンバター。いや本当2つとも全然色が違うです。来ましたよ料理が。あのまあ、ペーストの方も自家製で作ってまして、まあ、要するにカレーチャーハン。最初は美味しさがバーってきたんですけど次に辛さがドーンってこう襲ってくるようなものすごい刺激的。辛いもう次の人たちすぐ行きたくなる。